ちょろかし。3、2、1、はずごい、まい。お茶、まいして。はい、まい。ということで、今日は、ココと一緒に YouTube を撮っております。いや、ココチューブですね。今ちょっとココア、ご飯を、お菓子を食べてます。見てください。今日のココの、髪型、見えるかな？そう、髪型と、バッグを背負っています。リュックを。よし。今日は何をするかというと、あ、ユニコーンも一緒です。まだね、名前決まってないんで、よかったら募集してます。今日は何をするかというと、ダウン症の特徴について知ろうということで、ダウン症の特徴について、ね、そう、やっていこうかね。そう、ちょうどね、ココもいるんでね。OK？ 大丈夫？よし、ということで、やっていきたいと思います。まあ、OK。OK ですか？まあ、実際ね、ですか？ OK ですか？ダウン症の子って言ってもね、まず最初にね、個人差があるけんさ、そこだけはね、頭に入れてね、聞いてほしいかなと思って。ね、ああ、そうだね。じゃあ、あっち見て、こちゃん。そうそう、あっち見て。そう、ダウン症についてね。そう。どうした？パッパッパッしてるの。そうそうそう、言ってます。で、まず、じゃあ、見た目の特徴ね。最初。この鼻のとこかな。鼻根って言うんやけど、が、あら、落ちたと。低い。そうそう、ここの鼻もね、多分ね、そうやと思う。ここがね、ちょっと低いっちゃ、あ、ごめんなさいね。低いっちゃんね。そうそう、それがね、ダウン症の特徴の一つでもあるかな。おお、そうだね。ねね。だからね、ちょっとやっぱね、呼吸がしにくいとかも、やっぱあるみたいで、まあ、ここは、まあ、今まあ、軽い無呼吸症候群で、夜中に、最近は調子いいんやけど、前は夜中に呼吸がちょっと止まるといったこともあったし、ね、今食べ終わったんで、もう一個欲しいみたいです。今ちょうどね、はい。なんかみんな見てるよ。みんな見てますよ。もっと？そう、これ、ベビーさん。はい。そう、だから鼻の、ここの特徴ね、が一つ。二つ目。お目目と、目と目の間が、ちょっと広いのかな。そう、ここもね、やっぱここの目、なんていう、目のとこ、涙が出るとかな。ここがね、かぶっとっちゃうね。そう、ここがね、広いっていう、のも特徴にあります。で、ここもちょっとやっぱね、見て。また見せて。食べるんじゃないよ。ね。ちょっと広いかなって思う。で、三つ目。またこれも目なんやけど、あなたのことを話してるんですよ。うん、そう。今。はいはいはい。三つ目は、目がね、釣り目になりやすい。釣り目の子が多い。ダウン症の子は。そう。ここはね、奥二重で釣り目なんかな。うん、ここはね、右だけがね、多分奥二重っぽいっちゃうんで。まだ、小さい時は分かったけど、最近はね、よく、分かるか？そう。釣り目になりやすいっていうのがね、ダウン症の特徴かな。いいですか？あと、次。次はね、舌が長い。そう、ベロ。がね、ダウン症の子はね、舌が長いでね、言われとっちゃうね。まあ、ここもね、生まれた時からはね、ずっと舌がこう出とって、この子舌長いねっては言われとって。はい、くれた。そう、あなた舌長いね。そう。でもね、舌が、この間聞いたのはね、舌が長いのと、顎がちっちゃいのか、顎のなんかね、ちょっと忘れたけど、ちっちゃいっていう、だから舌が出てくる。うん。なんでね、これもね、今、作業療法士でね、いろいろとね、行きながらね、どういう風に治していくか。そう、ずっと舌が出とったら、やっぱりさ、呼吸もしにくいし、あんまり良くないらしくて、それも治していけたらなっていう感じです。うん、もう小さい赤ちゃんというか、ずっと舌が出とったけんさ。はい、次。次はね、1、2、今何個いった？こちゃん、何個いったか忘れたじゃないか。よし、こちゃん、もう一個いる？よいしょ。はい、持っている？さあ、待って、よく食べるね。
そう、今日はね、もう食べながらゆっくりね、ここと動画を撮りたいけんさ。はい。そう。あとは、指と足行こうか。手足行こうか。手と足が、手足が短い。そう、これもね、ダウン症のこの特徴で、ここはね、特にね、足っていうよりね、手が短いっちゃん。それなんでかっていうと、いつもね、ここ、なんでわかるかっていうと、ここいつもね、ここ、手、折ってます。そう、いつもね、これ、折らんやったらね、めちゃくちゃ長くてさ、なんか、ビューンってなってしまうけんさ、そう、手足が短いのは、あるかな。あと、この、あと、足。足のね、指の親指とね、この間が広い。うん、親指との間が広いっていうの、これ見えるかな。見して、ピュー、ここの間です。ここちゃん、ここの間がね、広いっていうのもね、ダウン症の特徴でもあります。そうだね。あと、キック上手だよね。左利きになるかな。ね。あと、今何個言った？忘れた？何個言った？忘れた。あれ。あとはね、体自体で言うと、あと、体が柔らかい。そう。ここはね、体がね、すごくこう、あ、もう一回行く？柔らかいで。座って、こう。座って。そう。はい、座って。そう、座って。あっち見て。もっと。そう。体がね、すごく柔らかい。そう、ダウン症の子はね、特徴としてね、それもあるみたいでさ、これいける？そう、体が柔らかい。で、あとは、低緊張。やっぱ筋肉が弱い。そう。やっぱ発達が人より遅いけ、ちょっと筋肉が弱いっていうのもあるかな。そう。なんで毎日しっかりね、トレーニングして、ね、頑張んないとね。頑張る人！よーし、はい、頑張って。そう、トレーニング毎日してます。しっかりね。何？何？今何個言った？今日7個言うつもりやったっちゃけど、忘れたな。しまった。まあこんな感じでね、今日はね、ゆるーくね、しっかりダウンショー、はい。ココと一緒にね。あとなんだろうな。あと何がある、ココちゃん。あと何がある、見た目の特徴。あと耳とかもね、確かあったかな。耳大丈夫ね。そう。まあやっぱあくまでね、個人差があるけんさ。まあこれもさ、すべて個性っていうかさ。で、あとね、やっぱね、一番こう、なんだろうな。ここの特徴というかね、ダウン症の子の特徴はね、ダウン症の子のね、笑顔はね、天使の笑顔と言われてるんでね。そう。あなた天使の笑顔だってよ、こっちゃん。よいしょ。これじゃみんなに笑顔を見せてください。それは無理か。はい。ママ食べる？そう。ん？そう。天使の笑顔って言われると OK。そう。それもまた可愛い特徴の一つかなって思います。それぐらいか、ここちゃん。はい。欲しい人。あとカメラあっちだよ。みんなに今日ありがとう言わないと。そう。今日はね、ゆるーくダウン症の特徴について、ココと一緒に話してみました。前回はね、前回かその前かもしれんけど、ダウン症についてね、動画撮ったんでね、もしよかったらそちらも見てください。で、今日はね、見てくれてありがとうございます。ここ、Thank you しよう。Thank you、Thank you。さあ、はい、Thank you が出たところで、もしこの動画がよかったら、グッドボタン。これでみんなに、はい。こっちは座って。ここ座る。何の子に座る。そうそう、座って。座って。そうそう、もっと欲しいでしょ。はい、どこに座るの。はい、座る。はい。はいはいはい、はい。座って。そう、食べようかね。じゃあ最後。もう一回行くよ。はい、みんなにじゃあ、見てねーって。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。じゃあね、バーイ。ココ、バイバイして。バイバイ、バイが出たね。あとすごいね。あと喋りの発達もまだ遅いかな。まあこれからだね。ゆっくり成長していきたいと思います。もう何個言ったか忘れました。じゃあね、バーイ。
あんたが終わらせる、あんた終わらせてカメラバーンってやってきて、じゃあねバーイ、いいここ。